この足、右足軸ですね。つま先をやっぱり尾てい骨のところにちょっと軸を取る感じで、ここから今度は反転します。反転するとき一番気をつけなきゃいけないのは、この足を外に向けて、この手の使い方よく見てください。こっちじゃありませんからね。対角の足を取ってます。対角の足、そこからこの足の力を使って反転しますね。反転したら今度はこのかかとをトロンと倒します。で両方持って子供を持ってます。こういう状態。この時にこうしちゃう人がこれダメ、ね、これで力抜けちゃう。テコの応用を使っているようだけども、これテコの応用じゃありませんけどね。こうじゃなくて、これをしっかり軸止めて、ね、この足の向き見てください。この足の向きを一気にマットに締め付ける。これだけで決める。